ックボッチテニス教室の久保田です。今ですね、6個目の動画をアップロード中で7個目の動画を撮影しております。ちょっとね、6目話しすぎちゃって雑談しちゃって、時間がかかってしまったんでね、あれなんですけど、続けていきます。7つ目、フォア遠いボールの打ち方というタイトルの動画についた質問コメントです。壁打ちで私が遠い球を腕を止めてパンと止めて打球してるのがありましたよね。スピンだったり、右打ったり左打ったりとかね。質問、自分の場合打ち終わりで右肘が曲がってしまいます。肘や手首は痛くないし、ボールも縦回転がかかりますが間違いでしょうかというコメントをいただきました。肘の曲げ伸ばしで正しいかどうかとかっていうのは分からないんですよね。ただ曲がるときあります。肘が曲がっていいですよ。手首も使っていいし前腕も使って OK なんですけど、一応肘を伸ばしたままでもある程度強いのがバチンと打球できるにはしといた方がいいですね。これなんでか分かるかな。肘が曲がる時もあれば曲がらない時もある。で、曲がらない時の方も練習しておいた方がいいというのは私のテニスの考え方ですよね。分かるかな。例えばですよ、バックスイング完了から振り下ろして、下ろした後に外線側で打球っていうのありますよね。外線側で打球して、で止めようとした場合っていうのは肘曲げられないんですよね。曲げるとこっち来るんですね。肘曲がるとこうはしないですよね。胸打ちしようと思ってガツンと止めたいのに曲がったってはならないんですよね。だから外線の時に打球できると肘は曲がらないんですよ。でも、外線して、手首緩めて打つっていう方法はスピン系ではありますよ。スピンロブ飛ばすときは結構緩めて打つんで、だけど外旋してるんで、その時はずっとね外旋してるんで肘曲げるとこっちで、肘が曲がる場合って普通こっちに曲がると思うんですけど、どうするの、こう曲がりますよね。こっちには曲がらないですよね。だから肘が曲がる場合っていうのは外旋の後の内旋で止めた場合は、止めようとした場合は肘が曲がるんですよ。外線で打とうと思った場合は上腕を止めた時に肘は曲がらない。ただまあ手首だったり、まあ、前腕はベラベラ使えますよ。まあ、使わなくてもいいですよ。前腕ロックしたまま打球もできる。で、外線した後内線してる時に打球すると、まあ止めようと思った場合上腕は止まるんだけど、肘は曲がって振り上がる方の動きが働くんで、ここからこの曲がる、これがこっちになってこっちに曲がる方になるんだよね。こっちに曲がる方だったり、ちょっと回旋した内旋しきる前の途中で当たると上に行くんで、その時に肘が曲がりますね。だから外旋して内旋し始めた時に打球するとプルンとこうやって上がりますよね。外旋の時に当たると止まりますよね。で、その止める方は何で練習した方がいいかというと、よりコート後方寄りの方の球を打球するときには外線の時に当たるからです。ということでいかがでしょう。だから、一応腕伸ばしたままでも打てるようにしといた方がいいですよ。胸打ちはちゃんとはっきりさせたいんでね、ということです。今回は以上です。